入学式。校庭に植えられた桜の前で撮られた写真。投稿者の弟が小学生の時のものであるという。真ん中に立つ二人の子供の間に映り込んだ霊がお分かりだろうか。これは自爆霊の姿である。まるでこちらに助けを求めているかのような表情を浮かべ、手を差し伸べている。桜の木の下には死体が埋まっているという話もあるが、おそらく先の戦争中に空襲を受け亡くなった子供の霊であると思われる。投稿者によると、この近くには戦没者の記念碑があり、数多くの霊の目撃例があったのだそうである。この霊は今もこの桜の木を住処としているのだろうか。